こんばんは。こんばんは。はいはい。ティビさん、最近具合はどうですか？体はまあなんとかやっていけるけど、まあプレッシャプレッシャー、どんなプレッ簡単シに言うと、まあ国家権力、ャー？ほうほう。意外ちょっと考えつかないもん、ここまで。あ、そうなの？なんか国家権力になんかやられてんの？やられてる。あ、そうなの？おー。そう。それどうすんの？でもしょうがないじゃまあでもだいぶ前より明るくなったような気がするまあよ。ね、ちょっとずついろんな作業とか、整理とか、断捨離も兼ねて、今、選別の作業に入ってます。ああ、そう、部屋の掃除をしてんのね。作業所とかは行けてる？いけてる。そこだわ。最近は外出もまたできるようになって。そうだね。食事とかは？食事はなんとかかんとか。普通に食べれてる。なんとかね。睡眠とかは？睡眠は、気絶とかもしてるしね、実際に。気絶 あしてりんえないでしょ、普通。の。そう。まあ、危なくないよね。道路の真ん中で気絶とかしないでね。まあ、部屋の中で気絶するぐらいだったらいいけど。部屋の中で気絶するぐらいだったらいいけど。まあ、タバコとか気をつけてね。怖い目にあったりとか、そういうのはなくなってきた？怖いねっていうか、さすがにこれだけやられちゃうと、もう開き直る機会ないでしょ。それはいいと思うんだよね。だから、なんかいろいろ出てきてもさ、そんなにダメージを食らわなければさ、ちょっと一時期ね、入院するかなっていう感じだったけど、ちょっとそれよりはまあ、良くなったのかな。まあ、見かけ上はね。まあでもそれだけでもね、まあちょっと、まだ僕からすると、言動は変だけど、まあ変なところが TV さんだからね。まあいいんですよ。まあね、まあまあって感じね。バンド活動は今後はどんな感じで考えてますか？バンド活動は、ちょっと思考が飛びかけてるの、本当に。そうなの。やばいね、これね。話してて。話よく飛ぶよね。さっき話したのは、まあ、とりあえずね、今年の決まってるライブは、まあ、頑張ってやって、まあ、来年からちょっとね、ペースを落としてね。まあ、ちょっとバンドでもうやることはね、やったって感じだからね。あとは、まあ、あなたのね、ちょっと面白い動画でも出して、和んでもらうね、そういう役目をね。人生お笑い。ああ、そうだな。笑ってれば何もかも解決。いや、なんかね、統合失調症って言うとね、なんかもう、不治の病とかね、もう、家庭崩壊とかね、昔はなんか廃人になるとかね、そんなこと言われてたけど、まあね、TV さんみたいなね、明るくね、まあ、過ごしてる人もいるというのを、まあ見せればね、ちょっと皆さんの希望になるかなと思いまして、まあそういう役目をこれからもね、やっていくという感じですかね。ちょっとこの先どうなるかちょっとはっきり言ってわかんないんですけど、まあライブとして形に残せるかもうわからないし、まあ、ライブはもう十分やったからね。日常生活、もう大変だし、女の子も気づいちゃう大変なことになってるから、そうだね。まあ、わかりましたよ。じゃあ、またね、明日から頑張っていきましょそうだね。う。
頑張るも何も。まあ頑張るも何も明日は来るからね。うん。うん、明日もなんとか生き延びるぐらいの。そうそうそう。うん。ところで今やってます。うん。なんとかかんとか。うん、そうだな。うん。まあ、なんとかなるでしょう。うん。うん。なんとかなるでしょう。まあ、なるね、うん、なるようにしかなんないね。うん、今までなんとかしてきたからね。うん。うん。うん。はいはい。まあ、昔、飼い殺しっていうね、言葉があったけどね。何の話ですか？飼い殺し。うん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 。まあ、そういう言葉があったのよ。うん。もうちょっと、でも、主体的に生きてんじゃないの？ TV は。だって、主体も何も、めちゃくちゃなことやられてるからね。うん、ああ、そう。うん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 、あ、大丈夫だよ、うんうん、もうお役目だから、お仕事だから全部、うんうん、人生お仕事、うん、みんなもお仕事すぎないように、うんうんうん、まあ大丈夫大丈夫、あなたは、うん、あなたは大丈夫、うんうん、みんなが希望だよ、うんうん、まあそんな感じでね、うん、はい、じゃあまた、はい、お疲れ様で、はーい。